ドリームチェイサーです。今回はこちらユニクロでゲットした仮面ライダービルドのおもちゃ付き T シャツを紹介していきたいと思います。はい、以前のキャンペーンではこちらがセットになってましたね。パーカーフルボトルとお化けフルボトル、こちらでゴーストに変身できるセットでした。今回はこちらのお化けフルボトルとベストマッチになるこちらの M の方ですね。はい、こちらはマグネットフルボトルの M でした。こちらがセットになって販売されていたので買ってきました。 T シャツは1500円で販売されていて、ガンバライジングカードもついています。サイズは110、120、130だったかな。はい、そんな感じの展開をしていて、赤はだいたい9人ぐらいこうビルドの変身キャラが映ってるんですが、こちらのブルーの T シャツにはクリスをはじめクローズやビルド、そしてローグ、スタークなどいろんなキャラクターがついていたので、うちの子はこちらが欲しいと言って買ってきました。はい、後ろ側にはそれぞれのボトルなどの絵もついています。 Are you ready? と書かれていて、すごいかっこいいんじゃないかなと思います。それ以外には特にはないですね。はい、黒い T シャツはビルドが大きくこのように一人だけ描かれているタイプのものでした。ではこちらを外して、まずはこちらのカードから見ていきましょう。はい、ガンバライジングカード、仮面ライダービルド、マグゴーストフォームが描かれています。マグゴーストパンチですね。1450。裏はこんな感じになっています。マグゴーストフォームのバーストですね。2700。マグゴーストフィニッシュ。はい、こちらのマグゴーストが、今回のこのマグネットフルボトルとゴーストフルボトルでなれますね。はい、ではマグネットフルボトルを見ていきましょう。ちゃんと中が動くタイプのものになっています。はい、磁石の絵が描かれてますね。はい、ではこちらの音声ビルドドライバーで聞いていきましょう。はい、ではいきます。変身。はい、ということでこんな感じでした。ではついでなので、こちらのお化けパーカーの組み合わせも音声聞いていきましょう。
かこんなにもユニクロコラボ商品が来るとは思っていなかったのでびっくりだったのですが、在庫もまだまだたくさんあるようですので、気になる方はぜひぜひゲットしに行ってみてください。というわけで今回は仮面ライダービルドのユニクロコラボ商品を紹介しました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。